今日は展覧会の搬入日、もうここまで来たらあとは神様に人が多く来てくれることを願うしかないので最寄りの神社に来ました。どうか展覧会が成功しますように、あと風邪などもひきませんように。ここが会場のギャラリーケース、まだ何もない空間、今から絵を入れていきます。今回は1階と2階のスペースを使います。絵を運び入れます。そしてどこに何の絵を飾るかみんなで話し合います。家で見るのと実際に会場で見るのとではやっぱり絵の雰囲気が違うな。しっかり絵のサイズを測って会場のどのあたりに配置するか詰めていく。すごいハイテクな機器もある。次は2階の展示作業。2階の方がちょっと細長く光も入って明るい空間です。だいぶ位置も決まってきた。扉みたいな不思議な作品もある。これはライティングといい、光を強く当てて見せたいところをより強く見せていきます。展示作業も完了したかな。結構いい展示になったのではないかなと思う。疲れた。ぜひ京都にお越しの際にはご観覧くださいませ。9月29日から10月9日まで展示しております。ではチャンネル登録するかどうかはお任せしますので、もしよければもう一本作品見ていただけたらとても嬉しいです。売れない画家アトリエでした。